ちょっとシュニカちゃんがちょっとうさんくさいものを見るような目を向けているけど、この顔めっちゃ可愛い。あ、次せっかくだからここ行きますか。緩和ルイス城調査。ルビーからユニコーンが畑に来ていたことを聞いたアインはユニコーンの森を訪ねてみることに。あ、お手紙なんか来てる。あ、アジールか。諦めない限り。事件が解決して活気が戻った街を見ていると、本当に元通りになったのだと実感します。これが僕たちの守れた世界なんですね。そうやって少しずつでいいから手の届く世界を伸ばしていって、いつかこの世界を本当に守れるようにそうなれたらいいなと思います。アジールより。いいですねアジールは本当にこのまままっすぐまっすぐ育ってほしいし、うん、ちょっとずつ守る範囲を広くしていけたらいいなと思います。アジールのキャラクターストーリーが本当にこのお手紙で完結ですね。あ、いる。ユニコーンいる。こんにちは。お久しぶりです。ぬ、お主は。うん、久しぶりだね。元気？世に不調はない。世が姫を探しているというのは以前話したろう。この辺り一帯を調べはしたのだが、やはりこの付近だけでは手詰まりなようでな。もっと遠方に足を伸ばしたい。そのためには世一人というわけにもいくまい。あ、つまりな、果敵に行って従者を探しておる。うわ、従者ときたかここのところウヌはかなり遠方に足を運んでいると聞く。いやー、それほどでもどうだ、世の従者にならんか。報酬は。なんだ、ケチくさいやつだな。世と共に過ごすアドベンチャーこそが報酬だぞ。え、納得してくれたかしてないそうか、単純よな。アインが世の従者となったなんてな。しかし正味なところ、ウヌだけでは不安だなまあ贅沢言うなあ、無礼者。いや、今のは世が無礼者か。なわけあるか、この無礼者あれ、ユニコーンってこんなにイケメンだったっけ。いや、立ち絵のところすごい綺麗。なんか久しぶりに見るのでちょっと顔忘れてたんですけど、いや、イケメンだな。でもなんか、うーん、中身が残念だな。しっけ、従者のミスには寛大でないとな。ウヌは記憶喪失だったな。そこが引っかかっておる。姫を探すにはやはり事情通という従者がもう一人どうしても必要だろう。誰か心当たりはないか、従者よ。え、これ選べるの？シュリカちゃんかイスティナさんか。どっちも情報通っぽいな。でもイスティナさんは暗殺家業を離れてちょっと経ってるから、今まさに現役で各地を回ってるシュリカちゃんの方が情報知ってたりしないかな。っていうことでシュリカちゃん。ほう、心当たりがあるか。やるな、従者よ。でかした。であれば、世を連れて、その者のいる場所へ連れて行くのだ。連れてって大丈夫かな。アルジェーンまで連れてって、なんか街の中びっくりされないかな。シュリカちゃん連れてきた方が早いかもしれん。あ、シュリカに会いに行こうになった。何をぼさっとしておる。早くその情報通がいるところへ世を連れて行くのだ。しゃあない。行くか。そこまで言われたら行くか。仕方ないな。あ、ちょっと中身変わってる。緩和ルイス城調査。ユニコーンの森でユニコーンから話を聞いたところ、姫を探しに行くのに付き合えと言い出した。しかも、アイン以外にもう一人お供として連れて行きたいとわがままを言う。わがまま。アインは仕方なく付き合ってくれそうな人の元へと向かうことに。シュリカに会いに行こう。シュリカちゃんごめん。あら、アインじゃない、折り入って話。あ、そうなんです。ふむなんでのこの子。ふむ、姫ほどではないが良い乙女じゃないか。どれ、世の従者に加えてやろう。喜べよ聖職者、世の家具はとっても強い。
注射？あい、一体何の話？うわー、ちょっとシュニカちゃんがちょっとうさんくさいものを見るような目を向けているけど、この顔めっちゃ可愛い。え、このシュリカちゃんめっちゃ可愛い。何これ。シュリカに事情を説明した。はい、なるほどね、この子がお姫様を探してるってことか。おい聖職者、先ほどからこの子呼ばわりをするが、世はウヌより年長者だぞ多分。そうなんだ、まあいいでしょう。この子の探してるお姫様ってきっとルイス城の姫のことでしょう。あ、知ってるんですか、ルイス姫。話を聞いておらんかったのか。ただ会いたいとなるとちょっとどうしたらいいのかしら。まあ見てもらった方が早いか。いいわ、ルイス城まで案内してあげる。え、お城行けるの。アイには世話になったことだし。この京都を出てシャトラの町を東に進むとお城があるわ。そこに行けばこの子の探してる姫様についてわかるはず。行きましょう。お城に行けるらしいですよ。乙女にわらべ扱いされるのも意外と悪くないな。でユニコーンの希望するお供をシュリカに頼み込んで同行してもらえることになったアインは、一緒にルイス城へと向かうことになった。シュリカとルイス城に向かおう。緩和っていう割には結構長く続くかもしれないですね。これがお城。おお、この城は覚えているぞ。確か世はあの場所で。姫、お姫様を呼んでるけど聞こえるかな。今の断末魔、角に落雷が。精神気でいいんだっけ。読めぬだと言っておろう。ほんと変わった生き物ね。それでここがルイス城だけど、あなたの探していた姫様ってこの城の リデル姫。あ、ルイス姫じゃないんだ、リデル姫。当たりだ。いかにもリデル姫こそ世の主、世の従者たるお前たちにとっては主の主ということになるな。あなたの従者になった覚えはないけど、でも探し人がリデル姫だとしたらお会いに行く様ね。会うことはできないわよ。どうして。不吉。どうして。そうだそうだ、納得できる説明を要求するぞ。どう説明したらいいかな。ちょっと込み入った事情があって、ルイス城の中に入った人なんてもう長い間いないのよ。ん？城が封鎖されてる？え、何？ルイス城は開かずの城。そこでは王族が暮らしている。ただそこにあり、我ら民の暮らしを眺むる尊き血筋。この羽橋がこちら側にかかったのを見た者は誰もいない。少なくとも私の知る限りはね。そんな特殊な王族なの。つまりルイス王やリデル姫に実際に謁見した人はいないわ。存在すらちょっと怪しいけど、だから確かにリデル姫が仮に死んでいたとしても誰も気づかないわね。王族っていうならもう少し民衆のために働いてもいいものだと思うんだけど、式が発生してからもだんまり。おかげで私たち奇跡教団の仕事は増える一方よ。え、そんなバカな。世はリデル姫と話すらしたはず。それに世の脳裏には確かにこの城の中の記憶が。なんか記憶改ざんされてたりする。もしくはこことは違う別の世界が存在する、平行世界的な。ん？なんだこのイメージは。なになに？姫！大丈夫？まあそういうことだから事情はわからないけど、リデル姫に会おうなんて夢のまた夢よ。やめておきなさい。世は諦めないぞ、絶対に。このユニコーンなんか結構ストーリーに関わってる気がするな。意外と大事。いや意外とは失礼だけど。
だろう。っていうか王族もかなり特殊ですね、これ。この世界。そうは言ってもこの羽ばしがかからない限りはね。まあ好きにしたらいいわ。お城か、これお城か。お城っていうよりなんか要塞みたいな感じに見えたけど。お城か、羽ばし上がってますね。BGM がないから不穏だな。お城行けるかな。行きたいけど、いつか行けるようになるんでしょうね、きっと。いやー、もうすぐポストがいっぱいになりますね。次から次へと手紙が来るんですけど、まあ、見ていきましょう。まずはキャッスル・ルイス・タイムス。はい、ルイス城通信号外。ルイス城通信号外。ルイス姫成人の儀。ごきげんよう国民諸君。この度、ルイス姫の成人の儀が執り行われた。成人を得てルイス姫はこれより王と共に執政に関わっていくこととなるだろう。最も尊き血筋であるルイス王族のこれまで以上の活躍を期待してほしい。ルイス城情報部。これはあれですかね、緩和の話をやったからなのかな。あれ、ちょっと待って、でもさ、ルイス姫って言ってる？え、ユニコーンが言ってたのルイス姫じゃなかったですよね。ちょっと待って。はい、前回録画してた映像をちょっと見返してきたんですけど、やっぱりルイス姫ではないですよね。リデル姫っていう名前で、ストーリーには出てきてました。ユニコーンが探してるのはリデル姫だって言ってたんですけど、これ新聞だとルイス姫って、どういうことなん本当に。ルイス姫っていうのはそのリデル姫のことなんですかね、イコールなのかな。ルイス王族のお姫様だからルイス姫って言ってるんですかね。お名前はルイス姫って言ってるけど、お名前はリデルさんなのかな。なんかめちゃめちゃ混乱する。でもこれルイス城通信号外、写真だと羽ばし下がってるっていうか下ろしてありますよね。なんかシュリカさんの話だとこの羽ばしが降りてるところを一度も見たことがないっていう話だったと思うんですけど、この写真何なんだろうな。なんかすごい怪しいですよねこれ。ルイス城の通信めちゃめちゃ気になる。何なんだろうな。まあこれも多分ね、後々出てくるんでしょうね。まあ今は考えても多分わからん。はい、次。リム姉さんのことで。最近姉さんの顔色が目に見えて悪いんだ。きっともう何日もまともに休んでいないと思う。四季の病のことは俺も聞いてる。でもこんな生活を続けたら今度は姉さんが倒れかねない。だからお願いだ、アインからも何か言ってやってほしい。様子を見に診療所に顔を出すだけでもいい。姉さんのことを助けてあげてくれ。リムより。リム君から手紙って初めてじゃない？ちょっとこれは多分相当やばいと思うので、ちょっと見に行きましょう。シュリカちゃんからこの前のお礼と。改めてこの前は助かったわ。汚染された水を元通りにするのにはしばらく時間がかかるけど、大事に至らなくて本当に良かった。これで一安心と言いたいのだけど、実はまた厄介なことが起きているの。そのことについて相談がしたいから、時間があるときに聖堂へ来てもらえないかしら、シュリカより。これも見に行きましょう。もうあっちこっちでいろいろと困ったことが多発していて、メインストーリーに戻れてないですね。あとブラッカさん、何これ、気安く話しかけてくるなよ。近々、レーテの村に行く。お、じゃあもしかしてブラッカさん村にいるのかな。だが別にお前に会いに行くわけではないから、俺を見かけたとしても話しかけたりするなよ。こちらの個人的な事情にあまり首を突っ込むな。その方がお互いのためでもある。分かったな、ブラッカより。わざわざこんなお手紙出してくるなんて、会いに来いってことですよね。まあ、確かにね、アインちゃん別に毎日レイテの村に行ってるわけじゃないので、でもこの手紙を出すことによってもしかしたら会いに来てくれるかなって、そういうことですよね。
なんかだんだんブラッカさん可愛く見えてきたな。行きますか。これブラッカさんのサブストーリーなんですけど、追うもの、アルジェーンの隠れ家で情報屋から何かの情報を買っていたブラッカ。どうやらブラッカは何者かを追いかけているようだが、それが何かを教えてくれることはなかった。後日ブラッカから近々レーテの村を訪れるという手紙が届いた。そこには姿を見かけても気安く声をかけるなと釘を刺す内容が書かれていた。レーテのどこかにいるブラッカに会いに行こう。これ面白すぎないか。ちょっと会いに行きますか。あ、いたいたいた。真っ黒だから分かりやすいですね。一緒にいるのは村の人かな。おい、聞きたいことがある。この辺りに小さな集落か、もしくは開拓村はないか。え、レーテの近くに。聞いたことないな。それは間違いないか。多分そんな詳しいわけじゃないから自信はないけど、多分だと。どっちなんだ、はっきりしろ。これなんかもうブラッカさんが完全に悪役。そんなこと言われたって、知らないものは知らないよ。いや、ブラッカちょっと待って。アイン、お前の相手をしている暇は。いえー、かわいそう。おい、まだ話は。聞き方が悪いって。仕方ない、別のやつに聞いてみるか。同じようなことしてたらそのうち捕まる。あ、おい、聞きたいことがある。あ、何ですか。この辺りに集落や開拓村のような人が住んでいそうな場所がないか知らないか。すみません、知らないです。それならその知っていそうな人間に心当たりは。ごめんなさい、私用事を思い出したので。完全に不審者。もっと優しそうに声かけないと。そんな余裕はないというのに。あいつの行動圏から推測するに、次に襲うのはこの辺りの集落で間違いない。へえ、だがレーテでは人が多い。注目を集めるのは避けたいはずだ。とすると狙いはやはり周囲との関わりが薄い集落。せめて場所が分かれば先回りができるのだが。仕方ないか。おい、アイン、確かお前もレーテの人間だったな。住んでるのは遠見の丘だけどね。レーテの村長と話がしたい。会わせてもらえないか。ブラッカさん連れてくの。完全に不審者の仲間だと思われそうでちょっとやだな。急いでいるんだ。頼む、アイン。その前に訳を教えてほしい。背に腹は変えられないか。この近くに、これなんか読めないって言ってたんですけど、どうなんでしょうね。食材種でいいんですかね。食べるっていう字だし。食材種。以前アルジェーンで戦ったキルケゴールのような魔物が潜んでいる可能性がある。俺はその食材種アマデウスを追っている。これは前回のクーエルオートマタで言ってましたね。そいつがブラッカの仇なんだね。ああ、そうだ。アマデウスを殺すことこそ俺の生きる理由だ。だから頼む、村長と話をさせてくれ。まあそういうことなら、ブラッカを村長の家へ連れて行こう。この辺りに人が住んでいる場所がないかとな。ああ、どんな小さな集落でもいい。何か知っていることはないか。お、あるにはあるんだ。本当か。じゃが、どれも小規模なもので、ここレーテとも関わりがない。すまないが、詳しい場所はわしも教えることはできん。そうか。いや、感謝する。存在があると分かっただけでも大きな手がかりだ。あとは俺が自分の足で探すことにする。手伝うよ。前にも言ったはずだ、俺の問題に首を突っ込むなと。ふむ、ブラッカとやら、お前さんの様子を見るにあまり時間はないようじゃの。ああ、そうだな。
なんだろう村長、何か手がかりとかあるのかな、ヒント的な。ならこれを渡そう。この辺りの地図か。だがいいのか。お前さんは愛の仲間らしいからの、これくらいはさせてくれ。村長、やっぱり村長マジでいい人。ありがとうございます、感謝する。あ、出て行った。アイン、あの男に何を言われているかは知らないが、できる限り力を貸してやってほしい。あの男の雰囲気どうにも危なっかしくての。もちろんそのつもりです。それを聞いて安心したわい。村長マジでいい人だな。だって初対面ですよね、ブラッカと。ブラッカさんとは初対面で、でもなんかあの人ちょっと大変そうだからって、危なっかしいからって気にしてやってなって言って。はあ、マジで村長ありがとうございます。アインも気をつけて旅をするのじゃぞ。気をつけます。アマデウス、今度は逃がさない。ここで追うもの、ブラッカさんのキャラクターストーリー3つ目が完了ですね。どこに行くんだろう。いたクレスさん、なんかずっと戸棚見てる。真剣な顔だクレス。ちょっといいかな。え、アイン、どうもいつの間に来てたの。手紙とか送ってないはずだけど。うん、リム君に聞きましたよ。顔色が悪いって、そういうことね。ちょっと父さんたちの資料を漁っていただけよ。だから、あ、やっぱ無理しすぎなんだって。え、徹夜何日目。本当にそんな寝てないの。愛には嘘はつけないわ。確かにここ数日眠ってない。そんな、いや、ちょっと寝ましょう。睡眠は大事ですよ。でも今は時間との勝負なの、わかるでしょう。いや、わからない。絶対寝た方が効率は良いはず。ここしばらくずっと父さんたちの資料を読んでたけど、新しい発見は何もないわ。もう時間はないってのに。いや、アインちゃんは多分読んでもわかんないよ他の病気の資料も読んでみよう。他の病気、そうね、今はどんなとっかかりでも欲しいくらいだし。力を貸してアイン。手分けしてこの診療所にある全ての資料を読み漁るわよ。アインちゃん大丈夫かなクレスと協力して診療所にあるあらゆる資料を読み漁った。これだけ探してもダメか。まあ予想してなかったわけじゃないけど、いや、まだまだ諦めるわけには。何かしらあるはず。ないかな。あの時の父さんもこんな感じだったのかしら。頑張って頑張って、だけど、それでもダメで。医者は万能じゃないか。アイン、どうかしたの？なんかあった？え？ここで？そんな出てくる、いきなり。これ、父さんたちの日記じゃない。研究資料の中に混ざってたのね。でも今はのんびり読んでる場合じゃないわ。早く手がかりを。いや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 、絶対日記大事だって。うん、一応読んでみたら。パラパラでいいから。一応って、まあいいわ。休憩がてら読みましょうか。結構しっかり読んでる。私やディムが生まれる前から書いてたみたいだけど、やっぱり普通の日記ね。いや、そうそう、重要なメモとかなんか残ってないかな。残念ながら何も。
仕事のことと日々の日記は完全に分けていたみたいね。あ、ね、あ、どうしたんだろう。何かありました？このページから母さんが四季の病を発症した時のことが書かれ始めていたから、ここから目に見えて日記の内容が薄くなってくるわね。無理もないわ。母さんが倒れて大変な時に日記なんて書けるわけが。え、ちょっと待って、母さんからの申し出で薬を変えることにした？治療ではなく症状の緩和を目的とした処置へって。ん？どういうこと？父さんは自分から研究を諦めたわけじゃなかったの？いえ、違うわ。重要なのはそこじゃない。症状の緩和ってどういうことよ。そんな処置聞いたことないわ。だってそれは命を救うことを放棄するってことなのよ。医者として、人の命を救う者として。そんなことありえないわ。いや、いやいやいや、でも症状の緩和はありえますよね。なんでそんな希望したのかな。そうよ、どうして母さんはそんなことを。体が辛くなってて、まあちょっとでも楽に、治るよりは楽に。ね、日記、そうだね、日記に何か書いてあるかも。最後まで日記を読んでもそれらしい記述はなかったわ。最後のページには母さんが亡くなった日のことが書いてあるだけ。この日のことはよく覚えてるわ。あの日母さんは私とリムの頭を優しく撫でてくれたの。今まで苦しそうだったのが嘘のように穏やかで。まさか父さんはこのために？理由が分かったんなら教えてほしいです。父さんは母さんの最期を穏やかなものにしたかったのかもしれないわ。私やディムと笑っていられるように。いや、それはありえそう。ずっと苦しんだまま、なんか死ぬというか亡くなるよりはやっぱり最後ぐらいは笑っていたいっていう、そういう思いはあるかもしれない。人として当たり前の生活を奪われてなお苦しみと戦い続けるのか、それともせめて最後は病気のことなんか忘れて穏やかな時を過ごすのか、どちらがいいのかしらね。私は穏やかな方がいいかな。穏やかな方がいいな。あなたはそう思うのね。そうですね。苦しみながら長生きするよりは、多少残された時間が短くなってもいいから、穏やかに生きたい。人によって違うかもしれないけど、医者として私がすべきことは、アイン、私あの患者さんの家族に会ってくるわ。一緒についてこうか？いえ、これは私の役目よ。私が自分でやらないといけないことだと思うわ。進展があったら連絡するわね。少し待たせることになるかもだけど、それまで待ってて。待ってます。両親から娘へ。例の患者さんのこと、進展があったらまた連絡するから、それまで待っていてちょうだい。これは患者さんに直接会って、なんか患者さん自身が何を希望してるのかっていうのをやっぱり聞き取りたい。で、それ、なんだろう、患者さんの希望に沿って薬を処方したいっていうクレスさんの思いなのかな。どうなんでしょうね。これちょっと続報気になりますね。シュリカ様が誰かと話してる。そう、わかったわ。
手紙は私の方で処理するから、あなたは引き続き調査をお願い。わかりました、シュリカ様。なんだろう。あ、どうも。来てくれたのね、アイン。なんだか前にも同じようなことがあったわね。よかったら相談に乗るよ。また何か大変そう。とりあえず話だけでも聞いてもらえると助かるわ。最近教団のありもしない悪い噂を流したり、町にいる神官に対して根拠のない非難をしたりする人たちが増えているの。それだけならまだ立ちの悪いいたずらなのだけど、中には免罪化の模造品？そんなものを売る人まで現れ始めてて、ね、それは厄介だし、よりにもよって免罪化を。趣味悪い。彼らは自分たちを反マザー派と名乗っているそうなの。ね、マザーって確か教団の、そう、すごい名前だね。マザーは奇跡教団の教母、その名を取り上げるなんてね。あまりにも立ちが悪い。マザーに人々を救う力なし。前に捕まえた一人がそう主張していたわ。反マザー派の目的はわからないけど、京都に混乱を巻き起こしているのは間違いない。町の人たちの生活を守るために、彼らの活動を阻止しなければ。ねえ、ちょっと立ち悪すぎますよね。それはちょっと放っておけないかな。そう言ってくれるとありがたいわ。教団の人間でもなく、アルジェーンの人間でもない。完全な外の存在だからこそ、見えるものがあると思うから。それに、あなたには免罪化の件での実績もあるしね。ありがとう。それじゃあ、早速だけど。お、なんだ？今渡したのは、反マザー派を名乗る人たちから届いた手紙。あ、それか。さっき手紙がどうこうって言ってたのは。さっきの報告はこれについてのものだったの。どれどれ？開かずの間の闇を暴け。開かずの間。もうちょっとわかりやすく書いてほしい。手紙にはそう書かれていた。シュリカちゃん、これわかる意味。おそらくだけど、司祭にしか入れない部屋のことだと思うわ。この聖堂には一つだけ鍵のかけられた扉があるの。そんな聖堂がまああってもおかしくないけど、闇を暴けっていうのが気になりますね。きっと司祭しか開けられない扉だから、いらぬ疑惑を招いているのね。とはいえ、免罪化の時みたいなこともあるし、調べるべきなのでしょうね。でも司祭様今いないんですよね。どうするんだろう。シュリカちゃんが司祭になるのかな。でもなんか嫌そうにしてたな。できればこれ以上この教団で隠し事は見つかってほしくはないけど、教団の潔白は教団自身で証明しないとね。その扉ってちなみにどこにあるんでしょうか。アインちゃん入れるのかな。そうね、まずは調べてみないと。扉は聖堂の奥にあるわ。案内するからついてきて。へえ、これか。全然一見普通の扉に見えますけどね。ここが例の扉よ。開かずの間の闇、一体何のことなの？行きますか。開けられる？案の定鍵がかかってるわね。やっぱダメなんだ。あ、無理やり入っちゃう？バカを言わないで、できるわけないでしょ。部屋の鍵は代々司祭に受け継がれてきたもの。でもキルケゴールはもうここにはいない。鍵の行方もわからないわ。そっか。え、まさに開かずの間になってしまった。本当に文字通り。でもちゃんと鍵がかかってることが分かっただけでも十分だわ。
アイン、部屋を調べるのは中止よ。この件は私の方で改めて調べてみるわ。ついてきてもらったのに悪いけど、鍵が見つかったらまた調べましょう。手紙のことは気になるけど、今は教団の立て直しと反マザー派による混乱の鎮圧が優先ね。それじゃあ今日はこの辺りで解散としましょうか。今回の件や反マザー派たちの動向が分かったらまた連絡するわ。付き合ってくれてありがとう、アイン。いや、こちらこそ呼んでくれてありがとう。反マザー派か。そもそもお前たちは教母の姿さえ見たことがないのだろう。どうしてそんなものを信じられる。言ってたね、これ。あ、姿見たら絶望するだろうみたいなこと言ってなかったっけ。確かに私たち神官も教母マザーのお姿を拝謁したことは。それを目の当たりにしたらお前なら絶望するだろうな。言ってましたね、これ。なんでマザーの姿って魔物だったりするのかな。やめましょう。今はやるべきことに集中しないと。揺れる奇跡教団。聖堂のことや反マザー派たちの動向が分かったらまた連絡するわ。シュリカちゃんもな、働きすぎなんですよね。どうか無理はしないでください。その時はまた力を貸してちょうだいね、アイン。まあアインちゃん力だけならあるので。ここ綺麗だな、聖堂。